さんどうもこんにちは、ナマです。さて今回も引き続いて機動戦士ガンダムシードの第7話を見ていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。機動戦士ガンダムシードの第7話です。どう？頭のチャンネル。 OK、 ほんな見ていきます。3、2、1、よー。はい、始まりました。第7話、空の傷跡ですね。前回アルテミスから脱出しましたアークエンジェル。はい、そして脱出できたのはいいんやけど、ソフト感も多分追ってきそうな感じするんですよね。緑のね、戦艦がまだ宙にいましたからね。一方、この今画面に映ってる このラウさんや、いろいろ喋ると思ってんけど、ラウさんが喋り始めたからちょっと黙ってしまった。はい、前回、まあ言ったな、前回の復習言ったな。このラウさんはね、呼び出されたんですよ、議会に。おい、お前ちょっと暴れすぎじゃないか、コロニー殺しやがって。殺しやがってじゃないの、壊しやがって、コロニーを壊しやがってってことで、ラウさんがお呼び出しを食らいまして、多分議会にいろいろ言い詰められるんでしょうね。で、アスランも一緒にいてるってことだから、アスランも多分いろんな発言するんやけど、なんやろ、アスラン結構今の感じ特別感なかった？アスラン貴族の子とかじゃないよな、王族の子とかあまりにもそれやったらちょっと重要人物すぎるよ、アスランくん。はい、まあまあまあ、それで多分言い寄られるじゃないな、言い詰められるんやけど、まあ待ってな、今回でその議会に言い詰められるってことは、そのザフト軍の基地がわかるってこと？もしかしてあのピンクの女の子出てくるかもしれへんな名前はわからんけど、まあ、はい、見ていきます。宇宙空の傷跡。あ、へえ、よかった、見失ったか。おお、補給受けてないん？そうだよ、そうだよ、そうだよ、謝った方がいいよ、フレイちゃん。ああ、やっぱり補給を受けられへんかってんや。いや、厳しいね。ご飯も多分ないやんな。早めに月にたどり着かなあかんのちゃう、これ。あ、到着してますね。ザラ国防委員長か。うわ、やっぱそうやん。アスランくん、貴族というか、国防長の息子やった。偉い人の息子やった。あ、まあそうなんだ。
え、もしそうなるとキラのお母さんとかお父さんとかも偉い人になるのか。え、キラのことはなかったことにするってこと。なかったことにするのか、キラのことを。すんごいものを開発してしまったってことか。水もうないんちゃう？あれ？距離取られた？なんで？シャワーも見られへん。もうほんまに補給が足りひんねんな。わあ。謝れる？フレイちゃん。あ、ちゃんと謝った。いい子やん。あんまり気にしてないの？キラ。優しい、キラくん。ほんまに気にしてないの？心が広いね、キラ。ねえ、水もないし、食料も尽きていくよ。デブリ隊？デブリ？へえ、ゴミの山。デブリ。もったいぶらずに言ってよ、ムーさん。何何？デブリをどうすんの？デブリにゴミがいっぱいあるけど、そこになんか、なんかあんのかな？不可能を可能にするって言ってたけど。めっちゃ綺麗な都市やん。何これ。え、すっごい綺麗。これ、宇宙？宇宙やな。地球ではなさそうやな。これがザフト軍の基地というか本国か。え、出た！ピンクの女の子。出てきた。娘さんか？婚約者！婚約者ですか？ラクスさん。ヒュー！ヒューヒュー！アスラン君、あのピンクのヒロインと結ばれる運命なんですか？え、どうなんやろ？好きなんかな？あ、愛はあんのか？そこに愛はあるんか？気になるところですね。まあ見てったらわかるやろ。ゴミの山から水を取るってこと？ゴミ場を荒らすみたいな？
なんて言うんやろ、なんかあの墓場嵐みたいな感じか、現実的やな。言い方やな、まあ、必要なことやな。これはちょっと賛否両論、賛否両論、両論、両論賛否両論ありそうですね。多分現代やったら炎上するんちゃう知らんけど、おう言うね、言うじゃない、ラウさん。アスランか、アスランか、アスランが言うんか、言えるか、アスラン頑張れ、緊張するやろうけどな。すごいな、大人たちの議会で偉い人たちの前で報告すんの。アスランやったら冷静に分析できるって言ってたもんな。おお、ゴミ漁りに行ってますな。ゴミ漁りって言い方あかんけど。荒れてるな。あ、そう。ザフト君思ってたよりなんか冷静な人たちかもしれへん。そんなにきつい人じゃなさそう。地球軍か、地球軍なんか、それ気になるんですよ。ユニウスセブン、ユニウスセブンの悲劇はこれか、ここ今地球か、え、地球じゃないんか、コラニーか、え、暮らしてたら急に地面が割れたん、住民たちが、え、飛んでって、何、え、惑星が一個潰れた、うわ、
それがコーディネーターの言い分か。うーわー、そっか、敵と思ってたから、敵と思ってたけど敵じゃない。ブラント忙しいな。72時間後ってことは3日後ってことか。なあ、ゆっくりしてられへんな。なんやこの化石は。そういう動物がいたってことか。あ、すごい。すごい民主のアイドルになってる、いいなずけちゃんが歌えるんや。ラクスちゃんか、ラクスちゃんね。へえ、可愛くて、トップの娘で、いいなずけ相手がイケメンで、歌歌えて完璧やん、ラクスちゃん。こりゃみんな好きになるでしょう。会えるんかな、会えへんの。3日あんねんから1日ぐらい会えたよな、アスランとラクスちゃん。はあ、そっか、キラは水を確保したか。あー、折り紙で作ったお花。いい歌やった。いい歌や、これは。ちょっと希望を感じてしまうね。お母さんのお墓かな。レノレザラ。敵艦ではないか。わあ、乗ってた敵が。これはイザークか。違う、草の陣ってことは違うわ、全然違う人。ザフト
撃破できるか、キラ君。ドキドキするな。うバレるぞ、やば。打つか。ああ。打った。撃破したか。撃破したか。キラ君。これで二人目だね。二人の命を失ったね。悩んでんな。なんだ？キャメフォット。誰かいんのかな？誰がいんやろ？あら、ハロー？え？ちょっと待って、なんで？なんで落葬場がおんの？なんで謎？ウケる？おもろ？なんじゃこの展開？え、この地球軍のみんなは知ってんの？この方がどんな方で、どういう人で、っていうのは。面白い。はい、ということで見終わりました。機動戦士ガンダムシードの第7話か。7話でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。